モージャンスタジオとは、スウェーデンのストックホルムにあるゲーム開発会社で、マイクロソフトの子会社である。マルクス・ペルソンが2009年5月に、モージャン・スペシフィケーションズとして設立した。代表作である、マインクラフトは2017年2月の時点で2400万本を売り上げる。マルクス・ペルソンは、2010年9月初旬に、バルブコーポレーションへ出向き、そこで、 雇用の提案を受けるが後にヤコブポッサーと共に、モージャンを創建した。その後、カールマネが CEO に就任。2011年、Facebook の元 CEO、ショーン・パーカーから投資を持ちかけられたがこれを辞退する。マイクロソフトは2014年9月15日に25億ドルで買収したと発表し、2014年11月6日に、マイクロソフトの子会社となり、チームは、 マイクロソフトスタジオの一員となる。創設者であるマルクス・ペルソン、カール・マネ、ヤコブ・ポーサーの3名は退社した。2011年9月27日に、ベセスダ・ソフトワークスの親会社であるゼニマックスメディアが、モージャンが開発中のタイトル、スクロールズが、自社ゲームである、ザ・エルダースクロールズの商標を侵害しているとして、モージャンを提訴した。10月18日に、 マルクス・ペルソンが仮処分申請は知りけられたと発表したが、ベセスダは広告する可能性がある。ありがとうございます。